2015年4月某日、日本国東京都森宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。どうもーす。結構遅くまでかかっちまった。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く上がれたんだが、ま、おかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。あ、ヒイラギ見間違いじゃないよな。あいつこんな繁華街をうろつくようなやつだった。バイトが終わったばかりだっての。確かこっちの方に歩いていっ。おいおい、ジョーちゃん、つれねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだ。あれ、とことん無視。なんだかお兄さん、見れば見るほど笑顔の一つくらい。あんま怖がらず。その制服確か森宮学園だろ。たまには俺らと思いっきりハメ。あいつらチーマーか。おい、あんたら。赤いひび現れたわね。なんだよ、何が。あっ、ヒラギー。なんだ、何が起き。あ、おいおい、一体何の冗談だよ。夢、それにしちゃ綺麗っつうか不気味っつうか、さっきまで確かにあのガードし、柊、おいどこだ柊、あのチーマーどももいねえ、さっきのに巻き込まれたわけがわかんねえ。ここでうだうだや柊と出口をさ、なんだかうすら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。柊、いねえのか？いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。あれは柊にさっきの無事みたいだな。たく心配させなんだあの黒いやつらは。逃げろ柊、ソウルデバイス起動。イデオエクセリオンハーツ。いないわね。でも無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか。なあ柊、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢。少なくともあなたに。柊、でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい時坂君。俺の。もうやっと目が覚めた。おはよう、こうちゃん。何度かうなされていたけど大丈夫？しおり、いや何でもね。ただってなんでよ。起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてって、おばさんから鍵を預かってた。インターホンを押しても全然出ないと、制服のままベッドに入るなんてさすがにだらし。制服って、あまた夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日はあれ、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ？もうこうちゃんってば、起こしに来てせ。ほらシャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も。お前は俺のおふくろかよ。そろそろ散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど、その分な。ああ、そう。ほら、こうちゃんも急ごう。もふう、慌てなくて。俺は眠いんだよ。もう2年生になったんだからしっかりしないとだ。それに先生に怒られるの。どうした？多分気のせい。いいよー、二人さん。おはよう、こう。おはよう、りょうたくんにじゅうくんも。なんだ、一緒に来たのか？うん、さっきそこでちょうどいい。お前らの方こそ今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね、この子ら。誰が夫婦だ、誰が。あら、こうちゃんたらもしや照れてらっしゃる？バカ言ってんじゃねえ、バカ。このもう2人とも相変わらずなんだかって2年生になってまだ2週間くらいだしね。でもまたみんなと同じクラスになれてよかった。本当に改めて今年も。こちらこそ。もうよれ。ああ、もう余裕だったのによ。とっとと今日。この問題が解ける人、遠慮しなくていいからどんどん手を挙げてね。くぅ、とわちゃんやっぱ可愛いよな。お前みたいな不愛想なやつのいとこだなんてし。誰が不愛想だ、関係ねえだろが。たくより